枕使い始めてから眠りの質が良くなったりとか、一気に買ったことが少なくなったんで、朝の目覚めも前よりだいぶスッキリするようになりました。昔からお仕事とか、通勤退勤とかしているうちに、腰の痛みがひどくて、ひどい時はちょっと立ち上がったりとか起き上がるのもちょっと辛いようなことがありまして、整骨院とかもいろいろ回ってたんですけど、いろいろネットとかの口コミから今回ちょっとこちらの ABC 整体スタジオさんに。私はいつ頃からだろう、昔からというのは。社会人になって、1年目、2年目ぐらいなので、大体10年ぐらい。そうですね。結構長かったですね。そうですね。もともとあまり姿勢が良くなくて、昔からちょっと猫背っぽいところもありまして、それがこう腰痛となって現れたのかなっていう感じはしますね。なるほど。あともう一つが、頭痛って感じか。そうですね。最初気にならなかったんですけど、結構台風が接近したりとか、急に天気が急変するような時に頭を締め付けられるような痛みが結構頻繁にあったので。そうなんですか。はい。なんか頭痛に対してはこう、ケアされてきたこととかは何かありますか？いや、もう特にそれもしてなくて、普通にもうちょっと辛かったら横になるとか寝てるんで、そうしないでたところはありますね。なるほど。そうですね。結構、家族とかからのいびきがたまに結構うるさいよみたいな話を聞いたんですけど、はい、枕使い始めてから結構自分もすぐ眠りの質が良くなったりとか、いびきもかくことが少なくなったんで、結構朝の目覚めも前よりだいぶスッキリするようになりました。そうなんですね。頭痛とかって最近はどうですか？頭痛も、そうですね、この頃もやっぱり天気が変わりやすい季節ではありますけれども、はい、そういった頭痛もちょっとありますけど、はい、ほとんど前のような締め付けられるっていった痛みはなくなりました。腰の方はいかがですか？腰もやっぱりちょっと立ち仕事が主なんで、どうしてもちょっと仕事の方が忙しかったりとか、なかなかこう休憩行けなかったりとかすると夕方とか響いてくる時はあります、ね。痛みのこう程度とかは以前と比べて、まあ、全然それは改善されてます。あ、そうですね。はい。他の枕、そうですね、やっぱり枕がこう肩甲骨のあたりまで当たるんで、はい、だいぶ呼吸がしやすくなったっていうのが一番大きいですね。なるほど。呼吸ご自身でも感じましたか？そうですね、結構前、今まで使ってた市販の枕ですと、ちょっと首が結構圧迫されたりとかで、息苦しいところも結構あったので、はい、その点ではすごい、いい商品だったなっていう、はい、印象ですね。よかったです。ありがとうございます。そうですね、やっぱり私と同じように、腰痛を抱えている人は特にずっと私も10年来悩まされているんで、そういった方にぜひ使っていただきたいですね。なるほど。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。